今回の体育祭あなたが情報を漏らしたうまくことを運ぶためやだなそんな話誰に聞いたのかな平田くん綾小路君。君いい加減向き合うべきなんじゃないかしら最初はあなたのことがわからなかったの思い出したわあなたのような人が私の中学にいたってことをね 私はいろいろ問題児だったもんね。